その相手が前半からそのちょっと中を締めてきた中で、自分たちがうまくこう出しどころを見つけられずに前半を終えてしまって、後半流れが悪い中でちょっと失点してしまったのが、今日の試合の負けた原因かなと思います。中締めてきても中を崩すっていうところは練習でも結構やっているところではあるんですけど、そのスイッチを入れる縦パスだったり、後ろからのビルドアップ、ゴールに向かうためのパスっていうのが、効果的なパスが出せなかったのが、本当後ろから後ろの人間としては申し訳ないですし、その中でもサイドからいい形で入れてクロスだったり、セットプレーも多くありましたし、点を取るチャンスは絶対あったと思うんですけど、全体的にちょっとゴールが遠かったかなという印象です。やっぱり後ろのビルドアップの形っていうのは練習でもやってますし、相手が2トップで追ってくる中で、鳴海だったり桃香、ココナにうまくこうボールを入れられるポジショニングっていうのは、指示、そこら辺はありました。ゴール前の迫力っていうのは守備においても攻撃においても絶対必要ですし、セカンドボールだったりクロスの入り方、人数もすべて、一からやるというか、もう一回ゴールに向かうんだっていう気持ちを、来週しっかり取り組んで、ずっと去年からの課題でもありますし、そこは全員で前向きに取り組んでいきたいなと思います。もう本当優勝しか狙ってないですし、前回悔しい負け方もしているので、どの試合でも1試合も落とせないですけど、トーナメントということもあって、より気持ちを入れてやっていかないといけないかなと思います。今日も熱い応援ありがとうございました。ホームで、久しぶりのホームで勝利を届けられなくて本当に悔しいです。もう一度課題と向き合って、チーム全員で勝利に向かって頑張るので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。